4階のコレクションギャラリーの展示についてご紹介します。2階、3階でご覧いただいた横尾さんによる恐怖のイメージが実際にはどのように制作され挿絵などとして使われていたのか、そのことを展示しています。いわば恐怖の館展の種明かしですね。展覧会を、ご覧いただいてゾッとしてしまったという方はこちらを見てほっとしてお帰りいただけたらと思います。ここでは4つのコーナーを設けております。まずは江戸川乱歩全集ですね。横尾さんの挿絵が掲載された書籍そのものはもちろんのこと、通常は表に出ることのないような原画ですとか色構成紙といった、制作のプロセスを追うことができるような資料も展示しています。また新刊が出るたびに横尾さんがデザインした新聞掲載のための広告ですとか乱歩作品を舞台化したもののポスターなど関連作品も展示しています。次は一人三人全集のコーナーです。これは江戸川乱歩全集と同じ時期に刊行された長谷川海太郎という小説家の作品集になります。横尾さんは挿絵のみならず装丁も手掛けましたので本の内と外のビジュアルを合わせてご覧いただけたらと思います。次は週刊少年マガジンのコーナーです。こちらでは横尾さんが表紙の構成を手掛けた号を展示しています。恐怖の館展では2階の展示室を出て少し離れたところに大きく掲示してあるあの恐怖のイメージになりますね。最後に交差の泉のコーナーになります。こちらは2階に展示してあった往年の女優アニタ・エクバーグの像が実は巨大なモニュメントの一部だったということをご紹介しています。それが交差の泉という作品です。イタリアはローマ随一の観光名所であるトレビの泉の東京バージョンとして計画されていた交差の泉のために横尾さんはデッサンのみならず模型も制作しました。その詳細をこちらでご覧いただけたらと思います。